きな国があった。大きな国の中にあるのは6つの小国と6人の国主、そしてそのすべてを治める一人の王がいた。王の妃は一人、3つの国は6人の姫、その中から選ばれた一人、その王妃が産んだ子は王子となり次の王となった。6人の姫は妃の座をかけて王子の前で踊るプリンセスワルツ。最後まで残っていた者は王子をその手に。さあ麗しき姫君たち、準備はよろしいか。騒がしいな。おはよう、アラタ。朝から何を騒いでいる？待て。朝食は一日の始まりだ。3分で準備する。1分で食べていけ。ほら、できたぞ。アラタ、お前はもう少し落ち着きを持って行動すべきだ。聖帝はことを仕損じる。常に心に余裕を持って行動しなければ、冷静な判断をすることはできない。今朝とて、寝る前に準備をしておけば、このように朝慌てることはなかっただろ。だいたいお前は、ほら、お茶。そうだ、今のうちに言っておく。今日の稽古は休みだ。野々宮先生の腰の具合が良くないらしい。今日は年少組の稽古を私が代わりに見ることになった。遅くなるから夕食の準備は頼む。それと寄り道は控えろ。昨晩町内で変な事件が起きたらしい。塀が壊れて電柱が折れていたそうだ。暴走者の仕業だろうと言われているが、犯人は見つかっていない。今日は道場の年少組も私が送っていく。本当に物騒な話だ。いや、いい。余計に不安だ。無理だな。せいぜい100回に1回といったところだ。大体、そんな寝癖頭に仕事を任せられるか。じっとしていろ。今ついてやる。チェーではない。この鳴らし方は。おい、まだ寝癖が。そんなに慌てるな。あと、車に気をつけるように。やれやれ。
騒がしい。あ、母さん。おはよう、静か。ごめん。まさか、まだ寝てるとは思わなかった。え？時計。あ、遅いよ、十分遅いよ。何時だと思ってるの？もう。そんなこと聞いてない。だいたい昨日あれほど言ったでしょ。しっかり目覚ましセットしなさいって。それに何よその頭、ボッサボサじゃない。ダメダメ、男の子でももっと気にするものなの。起こしてくれないんだもん。もう走ったのなんのって。わかってるわよ先生、話の続きは。ああ、そうそう。で、転校生の話だけど、聞いて驚け。なんと外国人、しかもイギリスの貴族だとか、名家だとか、なんだとか。そして、喜べ女子一同、性別は男、本場の金髪王子様だ。王子様？いや、私もまだ会ってないから、金髪かどうかはわからない。子だろうね。ワクワクするね。これはみんなに知らせねば。何？外国人だと？白馬に乗った王子様だ。王子様？マジマジ、190センチのマッチョだってよ。メジャーのスカウト注目の新人って聞いたけど。イギリスなのにメジャーなの？そりゃすごいっすね。IQ300 の天才なんだよね。飛び級でもう大学出てるんだよね。何？その上天才だと？で、何？この騒ぎは。転校生をぜひ我が野球部に。柔道とか興味ないっすかね。ねえねえ、外人さんは外人部隊なんだよね。外人部隊って何？何言ってるの？王子様だって言ってるでしょ。王子様、外人部隊って何よそれ。何よ、まるで私のせいみたいに。私はちゃんと聞いたまま正確に伝えたわよ。
そんなことより転校生はまだか？そうよ、いつ来るのよ。もうホームルームの時間終わるわよ。よし、ならば偵察の任務を与える。日直行け。ほれ、のどかも。わ、私も健闘を祈る。良い報告を待つ。行ってらっしゃい。でも、ちょっとドキドキするよね。どんな子なんだろう。落ちってね。でも、本人を前にそういうこと言っちゃダメだよ。その子にとっては外国の学校なわけだし、きっと緊張してるんだから。もう、ちゃんと前見て歩かないから。すまない。大丈夫か？こっちこそ、すみません。いや、僕の不注意だ。立てるかい？はい。え？お願いできるかな。皆さんはじめまして。今日から同じクラスで勉強することになったクリス・ノースフィールドです。一月という短い期間ではありますが、どうぞよろしくお願いします。プラチナブロンド、本物の金髪美形転校生。日本語もペラペラだ。燃える、マジ燃える。私の質問。質問は一人ずつ、左から順番。趣味は何ですか？スポーツは何かやってましたか？あの、家族構成は？ストーップ！だから一人ずつだっての。立山もストーップ。盛り上がってるとこ悪いけど、質問タイムは次の休み時間にゆっくりどうぞ。じゃあとりあえず席はと。はーい、ここ空いてます。あ、そこ俺の席。ガモリと野々宮の後ろが空いてるわね。ガモリ、一個後ろにずれて。その席にクリス君に譲って。野々宮、教科書見せてあげるように。ここですか？日直でしょ。クリス君もわからないことがあったら、そこの二人にどんどん聞いて。はい。じゃあ、そういうことでホームルーム終わり。授業始めます。教科書148ページからざっと言ってみよう。はい、金田。はい。さっきはどうも。同じクラスだったんだね。二人ともよろしく。よろしく。では質問タイム。はい、趣味は何ですか？読書とスポーツかな。スポ
装置ってどんな？やっぱり乗馬とか。そうだね、乗馬も少し。本当？すごい。たしなみ程度だよ。はいはい、今はどこに住んでるんですか？父の古い友人のお宅にお世話になってるんだ。ここからは少し遠いけれど。日本語すごくうまいですけど、どこで習ったんですか？父が日本びいきでね、小さい頃から日本には何度も来てるんだ。はーい、もしかして芸能人ですか？残念ながら違うよ。部活は決めてる。何か興味ある部とかは？我が野球部とか柔道とか。そうだね、日本の武道には少し興味があるかな。ああ、それならこの子、この子のうち剣道の道場なのよ。え？そうなんだ、のどか。のどか？ファーストネームで呼ぶのは失礼だった。そんな、全然そんなことないです。よかった、じゃあこれからものどかって呼ばせてもらうよ。私もカズコって呼んで。私も勇気で。ひろみです。はい、けいこです。うん。ねえねえ、のどか、クリス君うちに招待してあげなよ。興味あるって。いいの？のどか。はい。じゃあご好意に甘えさせてもらおうかな。学校をみんなで案内するってのはどうかな。おっしゃ、それ採用。ありがとう、よろしく頼むよ。はーい。大丈夫？小森くん、ベタって潰れてるから気分悪いのかな。綺麗。
脆い。この程度の雑魚ではベールなど持っているはずもないか。しかし、この程度の番人に狙われるとは、随分と貧弱な姫君がいたものね。これは期待できそうもないかしら。ん？まあいいわ。雑魚は雑魚の相手に残しておいてあげましょう。少しは楽しませてほしいものね。ねえねえ、クリス君、次はどこに行こっか。はーい、第一食堂がいいです。そこでお茶を提案します。あ、それいい。第一食堂のある建物ってこの町の名所でもあるんだよ。あの、小塔が2つある建物？そう、お城みたいで素敵っしょ。お城みたいってより外国の貴族が住んでた本物のお城だったらしいよ。それを持ってきたんだって、あれ。へえ、そうなんだ。興味深いね。それはぜひ見てみ。クリス君？ごめん、みんな。急に約束を思い出した。ここで失礼するよ。本当にごめん。案内してくれてありがとう。また明日。あ、クリス君？ああ、行っちゃった。この気配、やはり、万人か。こっちが抗議したいっての。なんで日直でもない俺が手伝うために。まあ女子が裁くのもしょうがないか。なんたって金髪だからな。あれは多分本物の王子様だぞ。絶対普通じゃねえもん。あれだけピカピカしてれば女子じゃなくてもキャーキャー言いたくなるよな。キャー、王子様こっち向いて。おーい、もしもーし、帰ってこーい、あらた、おーい、もうこんな時間だ。じゃあ、俺は練習行ってくるわ。あとは一人でやれや。じゃあな、白いボールが俺を待ってるぜ。この制服を見ろ。お前の目は節穴か？僕のどこが女だって言うんだ。
わかればいい。と、こんなことしてる場合ではない。うるさい！ついてくるな！
なんでお前がここにいる？な、その指輪は。お前、いつの間にそれを。あの時か。そうか。それでこのガーデンの中に入ってこれたと。なんてことだ。その指輪を返してもらおう。何をしている？早く。何だと？ねえ、貸してみろ。怪我じゃない。あの程度の雑魚相手に。ぼやするな。死にたいのか。こっちだ。どうやら追ってくる気配はないようだな。買い物の時間までまだある。しばらく身を潜めるしかないか。見てみろ。ここはさっきまでの学校ではない。ここは並列空間に定義された封鎖領域。戒律庭園、実世界への影響を遮断するために作られた似て非なる場所だ。あ、つまりここは元の学校を模して作られた別の場所で、
一般の生徒や教師はここにはいないということだ。お前を除いてな。まあ、いきなり理解しろというのも酷だとは思うが、今は。納得なのか？いや、よくこんな話を冷静に受け入れられるな。疑うとか取り乱すとかそういうのはないのか？まあ混乱して騒がれるよりはいいが。庭園の番人ガードナー、先ほどの怪物をそう呼ぶ。僕のような異世界からの来訪者を排除し、この世界の秩序を守ろうとするものだ。言葉のままだ。ここではない別の世界、空も地もつながっていない場所から来たものということだ。ねえ、騒ぐな。それを言う必要はない。ケチではない。お前がここを無事脱出するため最低限必要な情報を与えてやっているんだ。おしゃべりの時間ではない。チェーでもない。まったく、お前はあんな目に遭っておきながらまだ置かれている状況が理解できないのか？先ほどのことを思い出せ。お前は今あの怪物に追われる立場にあるんだぞ。本来なら、こちらの世界の人間に無害なはずの番人が、お前に危害を加えた。これはすなわち、お前が僕同様に、排除の対象となっているということだ。閉じた門が再び開くまで、約15分。もし、もう一度襲われたら、守ってやれる保証はない。自分の身は自分で守れ。出なければ、死ぬぞ。やっと、自分の置かれた状況が飲み込めたようだな。は？な、は、お前はバカか？礼など言ってる場合か、バカ者。そんなことはどうでもいい。状況を把握しろと言っているんだ。お前は他人のことより自分の心配をしろ。さっきだってそうだ。人に危ないなどと声をかける前に自分の身を守らないか。僕が助けなければ死ぬところだったんだぞ。危機感がないのかお前は。バカだ。全くもってバカだ。バカとしか言いようがない。数えるな、バカ者。ね、猫かぶり。それは、お前が怒らせるようなことばかり言うからだ。わけのわからんこと。もういい。お前と話してると僕までおかしくなりそうだ。とにかくいつでも動ける状態を保ちつつ体を休めておけ。クリス。クリス・ノースフィールドだ。呼ぶときはクリスでいい。さっきから人のことをお前とか
転校生とか。お前覚えてないだろ、僕の名前を。それはさっき聞いた。わかった、アラタ。これをくぐればガーデンの外だ。運が良かったな。戻ったらまずはその指輪の外し方を考える。いいな。脱出しても覚えていたらな。安心しろ。怪我はかすり傷だ。切り札にせよ別の方法がある。
間違いがなければクブクリン勝てる相手だ。先ほどお前は言ったな、常に平常心であるよう心がけていると。ではその平常心から導き出される正しい判断は何だ。足は僕の方が速い、一人なら小回りも利く。お前に攻撃力はない。僕はお前を守らなければならない。お前が本当に僕を手伝いたいなら、この状況でお前が何をするべきか分かるな。当然だ、適度に足止めしたらすぐに追いつく。いいから行け。いいか、そのまままっすぐ走れ。全力だ。振り返るな。アルタ、今のお前の言葉感謝する。万人一匹相手に逃げてなどいられるものか。We'll be right back.
リス。お前は、こんな雑魚一匹倒せないのか。それでも、お前は王子か。ドレスなどなくとも、そんなものに頼らなくとも、この程度の相手、僕は七王の王子だ。さあ、剣を取れ。
研ぎ澄まされた白人が映すは氷の美貌、青き瞳が映すは凍えるほどの剣、その身にまとうまばゆき白のアリ。待ちくたびれたわ、剣の姫、大屈の男性として、その身の姿存分に楽しませていただくわよ。お見事。初めてお目にかかる剣の姫。私は火の国アグニスが竜の姫、アンジェラ・ビクトワール。さあ、私と踊っていただけるかしら。孤独の闇と夢に見た光、ああ、さまよう。ぬるく光る三日月の下、静かに散る時、やがて開く、そこは私の誓いを守る場所。走る切先と踊るユニゾン、視線を越えてゆく鋼の二人、翻るドレス
集いたまえ、麗しき姫君たちよ。その身をドレスに包み、この宴を彩りたまえ。七王に、王子は一人、王子と共に踊る。姫君もまた、一人、輝きたまえ。ザ・クラウン。ワルツの果てに、現れる者よ。今こそは、プリンセス・ワルツ。七王に、光が満ちると。